今ですね、フランスのね、パリにいます。で、パリの今、コンコルド広場から歩いてきたんですけどね、今このサンゼリゼの大通りに来ます。並木道ですね、まあ、木が両隣にあって、すごく美しいですけど、並木道のね、たまにはね、もう豊かなんです。ほぼこっち側ですね。で、今大通りに向かいます。コンコルド広場から大通りに向かって大体1キロぐらい、歩いていける範囲なので、まあ、コンコルドとかオペラ地区あたりに降りてオペラ地区を観光してオペラから観光してコンコルドの線路でグループ6線行って、そこからコンコルド広場で行って、まあとは行ってると1日じゃ回れないかな、いくつかの方入っちゃう。ルーブル・ロイスどっちか行って、さっきのルーブルですね、コンコルド広場行って内線行って、ここは歩いていくべき。あとこういった観光バスなんかもあるんで、こういった観光バスを利用して行くのもいいと思います。日本語書いてますけどね、日本のオーディオガイダンス、日本語の、ね、オーディオガイダンスでここは、ね、こうだっていうのを日本語で受けれるんでね、こういったのも、観光の一つの手段かなと思います。